志賀高原の生根紅葉を車で巡っている私、奥には先ほど一周した蓮池が見えています。志賀高原山の駅から次の池へ向けて出発です。蓮池の交差点で国道292号線に合流し、草津方面に進みます。国道292号線はこの先、群馬県との県境である渋峠に向けて登っていきます。本当に紅葉が美しいですね。走っていて楽しいです。途中の駐車スペースに車を止めて、次の池、下の小池に向かいます。では、下の小池への道を進んでいきましょう。紅葉の美しい金松の森を見ながら、うっすら雪の積もった木道を進んでいきます。分岐したところに下の小池が見えてきました。お家に会うために日陰になっている下の小池、あまり訪れる人もいない静かな池です。日陰になっている木道の上に積もった雪、まもなく冬が訪れることを感じさせます。下の小池脇の遊歩道を少し登って、下の小池を上から俯瞰してみます。
そのまま進むと蓮池方面に戻ってしまうので引き返してきました。それでは次に下の小池と対をなす名前の上の小池に行ってみましょう。上の小池近くに移動してきました。下の小池と上の小池は対になっている名前ですが、2つの池の間には国道292号線が通っており、少し距離があります。右側に上の小池が見えてきました。森に囲まれた静かな上の小池、向こう岸を国道292号線が走っています。風がないため水面が鏡のように穏やかです。それでは次に少し来た道を戻ってこの近くにある長池に向かいます。ほとんど水ない。右側に長池が見えてきました。しかし何か様子がおかしいような。明らかに水の量が少ないです。池の底が見えてしまっています。長い木が丸い木になっちゃったね。長くないな全然。2022年8月に訪れた際の長池との比較、明らかに水量が違いますね。魚いっぱいいるけど、これ結構きついよな、この状態じゃ。それ以前には、今ほどではないですが水量が少ない時もあったので、長池の水位は非常に変動しやすいのかもしれません。多分、満水の時この辺からもう水だったよ。
では次の池に行きましょう。次は三島池に行きたいと思います。国道292号線沿いの駐車スペースに車を止めて三島池に向かいます。見えてきました、三島池。その通り三角形をしています。山形県朝日連峰の大鳥池近くにも全く同じ三角池と書いて三島池と読む池があります。登山シリーズ伊東岳の最終回で紹介していますので、お時間があればこちらもぜひご覧ください。少し森の奥に進んでいくと三島駅がよく見える場所があります。ここ三島池は魚が泳いでいるのがよく見られる池です。大小さまざまな魚が池の中をゆっくりと泳いでいるのが見られます。本当魚めっちゃ多いんだよな。めっちゃいる。卵とかかな。
ライシングみたいな感じの雪だな、まだサクサク。三島池の看板。三鏡のように美しい三島池の水面。池の向こうには国道292号線を走る車が見えます。行くても行けるんじゃん。では車を止めている場所に戻り、次の池、木戸池に向かいましょう。木戸駅に到着です。ほとりに木戸駅温泉ホテルが建つ写真撮影スポットの池です。この木戸駅は湖畔にホテルがあるためか、先ほどの蓮池と同様に人が多い池ですね。木戸池の標高は約1620メートル。最初に訪れた琵琶池と比較すると200メートル以上登ってきています。そのため琵琶池に比べると紅葉も薄くなっており、冬がより近づいていることが感じられます。
おお、でか、巨大コイがいた。おお、それでは山に登ってサマーリフトから渋池を目指していきます。